スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちは。こんにちは。2023年6月13日火曜日第107回です。はい、第107回の配信分でございます。6月13日ということで、はい、ちょうどね一月前、うん、5月14日の日曜日に、はい、大塚を走っている都電荒川線、うん、東京都曰く桜トラムという名前なんですけど、はい、あんまり桜トラムという名前では認識されてなくて、結構ね、やっぱ荒川線、都電荒川線というふうにね、チンチン電車とね皆さん呼んでますけれども、あれ変わったのやっぱり都電とか、そうチンチン電車って言っちゃいますね、うん、でその都電の、JR 大塚駅から、早稲田の方に向かって一つ目で、私の住んでる向こう原という駅があるんですけど、その向こう原と大塚駅の間の都電の沿線の両サイドに今バラがね、もうずっと植わってまして、もう十何年ずっと、バラをねこう植え続けて、もう今ねもう何種類、そんなにあるんですか。1000株ぐらいあるのかな多分。でなんか200何種類ぐらいあるんですか。いやいや、もっと種類でも、今日もね来る時すごい綺麗でしたよ。500種類ぐらいじゃなかったかな、違ったかな、俺ちょっとはっきり、520種類だって。すごい。違うか、700種類なんでそんな大きくなった。700種類だってよ。700種類でね1000株ぐらいあるはずなんですよ多分。1200だよ、すごいよ。ほらもうね都内でもね本当に有数のバラのね観光地みたいな、観光地みたいになっちゃって、でね土日ちょうどほら春のバラと秋のバラ、うん、5月と大体10月、うん、満開に近い頃はねもう毎週土日もう人がねものすごいたくさん押し寄せてきて、カメラマンいるんですか。すごいのすごいの、すごいんですよ。なんかスポットあるんじゃないですかここからやると。いや特にそれはないんだけど、要はね都電とバラっていうことででしょ。そうだからうまくこのカーブのところがとかいうところ、そう、それも荒川区も実は都電とバラっていうところがたくさんあるんだけど、うん、荒川区はそんなに種類がたくさんないのよ。同じバラがたくさん植わってるわけ。ところが大塚は違うバラがたくさん並んでるわけよ、色とりどりの、赤白黄色、もうとにかくピンクからオレンジからね、もう本当にありとあらゆる色が咲いててすごいんですよね。でやっぱり5月がバラ祭りっていうこと、一番サクッとたくさん咲く。例年だと大体5月の半ばの日曜日に、はい、バラ祭り開始というふうにセレモニーをやって、うん、で一応2週間、そのバラ祭りの期間ということで皆さんが撮った写真を送ってもらって、それを審査して、うんうん、後でその賞を発表したりとか、うんうん、そういうのもやってるんですよ、うん、一応、はい、なので皆さん写真でね応募してくれる方もたくさんいらっしゃるんで、うん、ね、ぜひぜひ、よかったら秋の時もね、うん、やってますんで、うん、今度秋の時にって言ってもね、実はね春と秋に満開があるだけであって、うん、結構ね一年中咲いてんですよバラは、うん、本当に真冬の、うん、まあ、寒い時はね、寒い時だけは咲いてないんだけど、そうですね、雪とバラってあんまりイメージないですもんね。クソ暑い夏もちゃんと咲いてるしちゃんと咲いてるし、結構ね、だから梅雨が来るじゃないですか5月から、ね、まず知らないんですか。4月からね、うん、5、6、7、8、9、10、11
12月の頭ぐらいまでもしかしたら咲いてたかもしれない、種類によっては、うん、だから割と年の4分の3ぐらいは何かが咲いてます、うん、だから皆さんぜひ大塚に遊びに来てください。はい、綺麗です、はい、本当になんか、ね、毎年来てるんで私ありがたみがないんですけど、うん、今日ね、なんか降ってみたらやっぱり綺麗でした。駅前広場ができて、トランパルね、トランパル、はい、トランパル大塚の駅前広場ができて、そこにもほらバラを植樹したんで、うん、でそっからのつながりでね、ちょうどその都電の沿線沿いを坂道を向こう原駅の方に向かって上がっていくとね、うん、綺麗で本当にいいですよ。でぐるっと回って反対側行ってね、今度坂を降りてくるという、だいたいゆっくり行ってきて、でどうだろう、20分あれば十分じゃないかな。あら、じゃあ写真も撮ると30分コースですか、うん、そうね、そうあら、で最後はその駅前広場でね、うん、もうお弁当でも広げて、うんうん、お茶でも飲んで帰るとかね、うん、そういうパターンもいいかもしれないですよね、うんうん、季節もいいですし、そうぜひ皆様、はい、ちょっとバラの香りもしますよね。そう、ちょうどね、もうこの配信の頃にはちょっと満開のシーズンはもう過ぎてしまってるので、ちょっとねまばらかもしれないんですけど、でもまあそのまさかね、12月まで咲いてますからね。そうそうそう、まだ咲いてるからね。クソ暑い時でも咲いてるってことで、うん、これからまだまだクソ暑くはならないので、ね、次狙うのは今度10月ね、はい、9月10月ね、9月の終わりぐらいからかな、うん、でその頃になるとまた春のバラと同じように満開のシーズンがねあるので、皆さんねぜひ、うん、大塚に遊びに来ていただきたいなと思います。はい、はい、ね、毎年一応宣伝はしてますけれども、うん、今年もね皆様にね、見ていただきたくてまた宣伝させていただきましたので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、コロナ明けだしね、はい、皆さんも自由に来ていただけたらと思います。そうです、はい、ということでね、今月もね素敵なゲストさんをお迎えしておりますので、前説はこの辺でおしまいにさせていただきたいと思います。それではね、皆さん今月もよろしくお願いいたします。お願いします。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。ケイコの音楽豆知識コーナー。はい、今月もやってまいりました恵子の音楽豆知識コーナーですけれども、恵子先生、本日は何について教えていただけるんでしょうか。ですね、はい、私ピアノを弾いております。はい、存じ上げております。存じ上げております。ピアノはマサさん、はい、よく楽器の王様って習いませんでした。うん、王様っていうふうには一応、まあ、聞いてはいないような気はするんだけど、でもどう考えても楽器の大きさとか、そのでも最大級だし、ね、動かせないじゃない基本的に、まあ、そういう意味で王様。そうそう、王様、あの5つ意味があるんですよ、はいはいはい、王様と言われる、よくあの、まあ、小学校の時にピアノ王様出すとか、なんか試験とかで出るようなあれなんですけど、はい、5つあるんです。なんか、はい、どうでしょうか。じゃあ1個大きさですか、まあ、大きさとか、はい、大きさに近いんですよ。大きさに近いけど、その大きさ分音程が、あ、広い、
そうなんで88件あるんで、ね、もうこんだけね一つの楽器で何オクターブだっけ、88件なので1分8なので11オクターブ、約そうなんです。そうだ、だからその分あの他の楽器ってそこまでねないんです。いや聞いたことないよね。はい、よくて 2オクターブとか 2.5 オクターブとか。そうですね、そんなもんでしょ。まあ、マライア・キャリーさんが、まあ、8オクターブとか言ってますけど、まあ、分かんないけどねでもまあそんな感じでピアノは1台でもうオーケストラの全ての、ね、そうできちゃうんですよ、ね、っていうことで、もう高いのも低いのも1人でできるということで、はい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 、まず1つなんですよね、うん、で2つ目は、はい、まあ言ってみれば音を伸ばしたり短く切ったり自由に操作ができることが挙げられてるんですよ、うん、そう言われてみるとそうだね、うんうん、まあ言ってみれば下 あのペダルがあるんで、うん、ペダルで、ね、もちろん伸びるし、そうそうそう、例えばあの鍵盤をねずっと押してるのと、はい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 、チョンって押したのと、はい、違うじゃない。そうなんです、そうなんです、ね、そういうのってあんまりほらないんですよ ね、 ないよね。まああの弦とかはもちろん伸びてずっと伸ばしてとかってあるんですけど、うんうんうん、結構自由というか、まあ、それなりにできるんですよ、うん、ピアノは。でまあなずっと伸ばしてても音は自然にまあディビネントとか、うんまあ、消えていくんですけど、うん、まあでもある程度ペダルだったりで操作ができる。あとまあね、もちろんドラムとかは叩いたら切るとき自分でバッてこう押さえないといけないとかもあるので、うんうんまあ、そういうのが比較的やっぱりできるということで、2つ目はそういう利点があるんです、はいはいはい、あとは3つ目も、うんまあ、音の長さプラス音量ですよね、強さ。これもすごく幅が広いというか、あのハンマーが弦を叩いて音を出すので、はいはい、まああのそのポンってやるのとバーッとこう大きく叩くのとで、うん、本当自由があって、うん、まあ打楽器とも言われるぐらい、うん、まああのなんだろう、ドラムのような感じでポンって押しても結構強くなる。そうだよね、他の楽器だと例えば金管とか木管にしてるしろ、はい、思いっきり吹いたからってそんなに大きな音になるわけじゃないもんね、基本的にね。そうなんです。そうだよね、あのだからあの体を使って手首だったりそれでピアノを使った時にそれがそのままあの音を出すため の機能がすごく再現してくれる。あなるほど、っていうのが楽器でピアノはちょっといいかな。はいはいはい、あなるほどね。そうなんです。うーん、であと4つ目、あと2つね、あと2つ、うん、4つ目は、はい、これは、うんまあ、2つか3つぐらいだったら楽器で OK な場合の倍とかあると思うんですけど、2つか3つ同時にバーンとできるじゃないですか、一斉にいろんな音が一斉に出せるじゃないですか。あそうね、そういえばそうだねそうなんです、そうだね、声は難しいですけど、ね、そうだね、うん、2オクターブ上のレーと2オクターブ下のレーが一緒に出せるもんね。そうなんです。でまあ、連弾だともうね手があるだけも実践できますし、さすがにこれは他の単線メロディーの楽器者では難しいです。やっぱりあれだよね、その鍵盤が多いっていうことにも相通ずるよね、うんはい、だからこそできることだね。もう指が足りないぐらいできちゃいますよね。そういうことだよね、うん、最後は、はい、ピアノ一つでも成立します。歌とか他はアカペラっていうのあるんですけど、やっぱり伴奏だったり何か楽器とか、うん、やっぱりっていうのが基本じゃない、うん、オーケストラもそうですし、うん、ピアノだけで成立するコンサートができるというか、まあ普通ソロですよね。であとはもう他の楽器いろんなものと合わせられるんですよ。もう自由、あの何でもあっちゃうじゃないですか。そう、まあそうだよね、うん、もう伴奏できるんで、ね、やっぱりピアノってメロディーも伴奏もできる楽器なので、そうだよね、だからどっちもできちゃうんですよ。場合によっちゃさ、うん、ベースとかだってね、はい、できちゃうもんね、やろうと、ね、そうなんですよ。でメロディーも必ず一つでできるので、うんね、あの他の楽器、まあ、もちろん無伴奏っていうわざわざそういうプログラムがあるんですけど、やっぱりそれだけとちょっとさ、まあ、それはいいとしても普通はやっぱピアノ伴奏がつけたりとか、他からオーケストラだったりとか、何かしらあった方がやっぱりキレキレというか成立するんですけど、すごいね、ピアノはもう一台で成立する。もうまさに王様だでしょ、ね、っていうことを今日は言いたかったんです。まさに王様だ、うん、その通りということで皆さん、いや王様でございます
もう王様をもうずっと奏で続けてるわけだね。そうです、そうです。さすがちょっと恥ずかしくなってきた。もう女王様だね女王様だねもう完全にね。ということなので、マフィアの皆さん、はい、好きになってください。はい、すいません、恵子先生、今日はありがとうございました。いえいえ。それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストは恵子先生からご紹介いただきたいと思います。はい、歌手のあさりさんです。はじめまして、あさりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あさりさんだけど、なんかさっきあさりんって呼んでた、ね、私あさりなので、 これからあさりんと呼ばせてもらいます。あさりんです。しかもでも歌手であさりっていうのは、ローマ字の小文字で、小文字であさりです。そうです。はいはい、ちなみに、はい、このあさりさんというお名前になった、はい、理由は何でしょうか。ねえ、はい、なんかまああさりのようにね、はい、いいお出汁が出るようにって言えばいいと思うんですけど、まあ後付けでね、尺の関係でそういう風に言うことありますけど、まあ私宮城県の塩釜市っていう港町生まれなんて、はい、ご存知ですか。知ってます、知ってます。で、私の知り合いで先輩のミュージシャンの方がいらっしゃって、うん、私が塩釜生まれであることと、うん、本名の名前がアから始まるっていうこのインパクトだけ覚えてたらしくて、うん、私の名前を呼ぼうとした時に出てこなくて、アサリって私を呼んだんですね、その先輩が。おひょっとしてあかりかあけみじゃない。ねえ、疑惑がね。いいとこついてっから。まあ違いますよみたいな感じの、その時はまだ芸名なかった時だったので、それが芸名、つけようと思った時にパッと浮かんできたんですよね、うん、で、あさりって、うん、例えばお子ちゃまでも呼びやすいし、ご年配の方でも受け入れやすいのかなっていうのがあって、で私はなんかこう初めて会ってもちゃんって呼ばれたいというか、こうあさりちゃんって親しみを持って呼ばれるのがいいし、私が歌いたい歌っていうのが幅広い年齢の方に受け入れていただけるような、うん、まあ、お茶の間の中心にあるような音楽っていうのを目指していたので、うん、それを考えてもアサリってすごいいいんじゃないかなと思ってつけたんですよね。じゃあ私アサリじゃなくてアサリちゃんって呼ぼうかな。アサリちゃん、どちらでも。でも今更今更いや、私アサリちゃんって漫画、アニメあったじゃん。あるあるある、大好きだったの。なるほどね、うん、そこからなんかこう覚えてもらう方もいらっしゃるし、うんうんうん、そういえばサザエさんの中にはいないよね。いないんです、やっぱりその、いない、ね、やっぱりアサリちゃんのね、あれか な, あれか な, 影響かな、ね、結構アニメになる前に漫画本だとね、かなりだってあれ70年代、そうそうそう、今考えるとさ、うん、いないなと思って、うん、全員海関係、海のあれなんでさ一番出やすそうなのね。ね、じゃあ私が出ておきましょう。まあ、そんな理由ですね。はい、なるほどね。もともと、歌手になろうと思った一番最初のきっかけをちょっと私から、私がちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。はい、まあ、歌が好きだったのはもともとなんですけど、はい、もうきっかけになったのは江戸晴美さんなんですね、うん、芸人のグー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 ここの江戸晴美さん、江戸晴美さんが某テレビ番組24時間ぶっ通しの番組あるじゃないですか。ある。ぶっ通しで頑張るぞっていう番組で、マラソン選手に抜擢されて走った時があったんですよ。長距離走るやつね、はいはいはい、その時に、まあ、スピーチというか走る前にスピーチをされたんですよね、うん、でそこでなんか人は、まあ、いつでも生まれ変わることができるんだよ、うん、何歳でも生まれ変わることができるんだよっていうのをおっしゃられたんです、うん、それをまあ何気にこうテレビを通して見てて、うん、なんかその言葉がすごい私の胸に入ってきて、あ、私何かこう振り返った時に、あ、やってみたいこととか後悔してることとか何かないかなって振り返ったんですよ、自分の人生を、うん、でその時に、まあ、割となかったんです、例えば、うん、恋愛とか、うん、まあ、仕事とかいろんなことなかったんだけど、うん、一個だけ出てきたのが、あ、私歌すごい好きだったけど、うん、歌とちゃんと向き合って
ってなかったなっていうのがあって、それがやっぱりきっかけで動き出したっていうのが一番の理由というか、ね、発端ですね、はいはい、好きだし得意だったんでしょ多分。そうなんです、好きで得意だからこそこれが自分からなくなるのが怖かったんですよ。それを否定されてしまったら自分が全部否定されてしまってなくなるんです。プロになるとやっぱりそこが厳しいことをそうなんですよ、あるかもっていう、なるほど、それがねやっぱり怖かった気持ちが勝ってたから。だけどその江戸さんの発言によって、ね、もう抜けた、そう、すごい。でそこで、まあ、具体的にこう自分の中で想像するじゃないですか、じゃあどうしようってなった時に、やっぱやめようかなって、もしここでも踏み切らなかった時、今頑張ろうと思った一歩って多分 1,2 メートルなもんで踏み出せるじゃないですか、これがあと10年後もう一回同じことに私が思った時に多分それって10メートル以上になってんじゃないかなって思ったの。神様がくれたタイミングだよね、多分。あ、うん、そうだと思います。それがなかったら、うん、多分同じだもん俺も。あ、本当ですか。神様がくれたタイミングだと思うよ。あら、あの41歳の時に、ね、大塚物語っていう歌を歌えって言われたのが、それが本当にタイミングで、うん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 、でやっぱり同じようにもうね、子供の頃から歌が好きで、はい、でカラオケも大好きだし、うんうん、かといって音楽のことは一切勉強したことないし、あ、同じですね、私もそうです。そう、譜面も読めなきゃ楽器もできないのに、うんうん、こんな俺でいいのかなと思ってたんだけど、やっぱその大塚物語っていう歌を作った先生にちょっと背中を押してもらって、あ、やっぱりやってごらんって言われて、うん、やってからだもんね。すごい。そう、じゃあ同じです、似てますね、うん、まあ、タイミングとかいろんなものが多分、うん、重なり合って、そういう時が訪れるんだと思うんですけど、だから人生にあるとしたら1回しかないんじゃないかなっていう、多分タイミングかもしれないよね。そうだったのかもしれない。でも本当にそれがなければ、うん、今ここで喋ってもいないし、まず私宮城ですし、そう、出身がから、うん、都内にいない。で聞いたら、ね、私ね、すごく仲良く初めて会った時飲みに行ったんですよそれがちょうど上京してきた時ぐらいだから、うん、まだね、朝、うん、あの東京生活はまだ、あ、なんか短いというか浅いんですね。あのほら、今思い出したけどさ、うん、先月ゲストに出てくれたほら、うん、三里さとみちゃん、はいはい、彼女ほら同じ宮城県出身でしょ。そうだそうだ、白松が白松がモナカの店員さんだったんだそう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 なんだ。そんな店員さんがさ、ね、演歌歌手になっちゃうんだもん、うんきっかけだよね、本当にね、次第ですよね、うん、得意ってね、やっぱりそういうカラオケ、うん、過去にそういうのがあって、うん、いやー、そうなんです、そうなんですね、はい、え、じゃあそのこうや、うん、そのじゃあやろうと思って何を起こしたんです、行動は。分かんないから、うん、とりあえず全国に歌謡コンテストってたくさんあるじゃないですか、はいはい、それでグランプリを取ろうと思ったんですね、うんうんうん、私その当時 OL して本当、うん、正社員で OL してて、はいはい、バリバリ働いてたんですねだけれどもあのシフト制だったんで、うん、ちょっとそこを調整すれば、だいたい歌謡コンテストって土日にあるんで、そうそう、ね、土日もね、なのでちょっとずらしながら、うん、うまいことそれであのいけるだろうと思って、全国の本当歌謡コンテストに応募して、うんうん、で暗夜してたんですよ一人で、うん、まあ、それでそのうちにあれはね名古屋だったと思うんです、名古屋のなんか大会に出た時に、うん、バスで移動してて、そのバスの待ち時間があって、でそこでこうストリートミュージシャンの方が演奏してる方々がたくさんいて、うん、でちょっと時間があったから聞いてたんです、何気に、うん、それを見てたら聞いてたら、私なんて中途半端なことしてるんだろうと思ったんで仕事辞めたんですよ、うん、で私思ったらもうすごいそれで仕事辞めようって思って辞めて、うん、でグランプリ取るまで、うん、まずちょっと頑張ってみようって思って、うん、その3ヶ月後に、うん、あの某大会でグランプリを取らせていただいて、うん、これラジオ関西主催全国カラオケコンテストグランプリ、そうですそうです、それがすごい、ね、まあ、あって、ただその当時っていうのは、うん、今結構オーディション番組とか盛んじゃないですか、うんうん、当時やっぱ過渡期というかそういうのにあまりお金がかかっじゃないし、注目されてない時、ね、なテレビ番組も歌がなくなってとか、そうなんですよ、なので、まあ、それでグランプリ取ったとてその先がなくて、うんうん、またじゃあもうあの自分の夢には向かったし、まあ、OL に戻って、うん、まあ、無難に、あら戻っちゃった、あら、でそんなふうに思って、でバリバリ働いてたけど、まあまあ働いて、うん、まあ、そういうところでなんか男性とか出会って結婚とかするのかしらなんて思ってで、まあ、戻ったんですよ OL、はいはい、でも戻れなかったんです、
ですもん。何もでなかった。あのもう自分がもうやっぱそうやって夢に向かうその自分の、うん、なんていうんだろう、高揚感というかなんか燃えたものが消えなくて。そのね、何、うん、とも言えないこの充実、なんだろう、充実感というか。もうなんかもう自分に火がついちゃったんでしょうね。一回味わっちゃいけないこと始まった。閉めちゃったんですね、味をね。まあそれで、まあどうしようかなと思って、で私、まあ、ピアノを昔習っていたので。うん、ピアノはなんとなくは弾けたの で、はい、でじゃあちょっと曲を作ってみようと思ったんですね。で曲を作って12曲作ったらアルバム作れるじゃないかな、はい、当時、うんうん、安易に思いまして、うん、で、それを始めたんです、まあ、シンセサイザーを買って、まあ、ピアノあったけど、うん、シンセサイザーが録音できたりするからその機能を使って、うんうんうん、でじゃあ来年の1月から作ろうと思って1月に曲を作って、で、クラウドでこうアップできるようなものにアップして、うん、で2月に作ってアップして、うん、で3月に震災が来たんですよ。ああそうか、私はあの宮城東日本大震災ね、はい、でそれの時にまあ、ここで夢に向かってるけどもう音楽作るとかそういう気持ち全部なくなってしまって、もう自分の生活だったりその周りのことでいっぱいいっぱいになる中で、ただ今作らなかったら、今音楽と向き合わなかったら多分私この人生のこのあと音楽ないなと思ったんですね、うん、そうなったら今何としてでも作らなくちゃいけないと思って作った曲が塩釜桜という私のデビュー曲になる曲なんですけど、でそれが宮城県のプロデューサーさんの目に留まって、うん、そこからどんどんステージに引き上げていただいて今があるっていう感じで、プロデューサーの映画の救いたいの挿入歌に起用されたっていう、そうですね、まあ、それがきっかけなので、まあ、本当に人とのご縁とか、まあ、その震災があってよかったなんて思わないけれども、私にとっては一つ人生の分岐点のきっかけになった出来事だったと思います。もしかしたらそれがなければ、まあ、12曲作るとって途中でくじけてたかもしれないけど、うん、やっぱその時に生きれた、私はやっぱ震災の時に津波が来て車とか流されて、うん、その日建物から出れなくて次の日に自衛隊の方に動線を確保していただいて出たっていうのがあるので、ちょっと自分の選択が違うチョイスをしていたらここにいないかもしれなかったので、なるほど、そう思うとやっぱりそのなんていうのかな、言い方はちょっとあれかもしれないんですけど、やっぱその時より後っていうのはおまけというかの人生かもしれないんですね、うん、だったら私にできること精一杯やりたいなっていうのがあって、やっぱそれが歌にエネルギーをその時使ったので、やっぱそれはなんか、まあ、何の力になってるかわからないけれども私のなんていうかなライフワークというか、なのでそういった経験からできた歌もあるし、そういった経験談も学校に呼んでいただいてお話ししたりとか、結局震災のことを語ると命のことにつながってくるので、私が話していいのかっていうところはすごくずっと向き合ってますけど、ただ今防災環境防災科とかで学んでる高校生とかもいらっしゃったりするから、まあ、そういう子たちはそういう震災を味わってない中で伝えていこうって向き合ってたりするから、まあ、そういう子たちに寄り添えたり、まあ、未だに胸に抱えてる方々もたくさんいらっしゃるから、そういう方々に歌を通して寄り添うっていうのは私の一つ大事な役目まで言わないですけどできることかなと思って続けてますね。なるほどね、結構大変なものを背負ってしまった感じもするよね、うん、いやそれはね、ちょっとほらなんとなく他人事見てて申し訳ないんですけど、やっぱりちょっとほらそうやって現地でね、はい、実際に味わった人じゃないとこれは絶対分かんないことだと思うし、なんとなくさほら僕らも実はその震災のあった次の年に宮城県に行ったんですよ、はい、どっかのホテルさんかな、その要するに応援するために歌を歌う仕事で行かしてもらったんですよ、うん、ありがとうございます。でそういうことはできても、うん、なかなかそれ以上先のことがほらできないし、何をしていいのかっていうのも全然わからないし、うん、そうですね、そう遠くにいるとやっぱりね、まあ、本当にわかんないですよね。私自身もわからないので、うん、続けてるっていうところはあるかもしれなくて、私もそれをずっと探し求めてるかもしれないです、常にね、で背負ってるという感覚はないけど、多分、まあ、日本人全員この事実を知ってる人はみんな背負ってるんじゃないですかね。まあ多分そうだろうね、と思ったりしますね。なるほどね、はい、ということでね、いろんな話を聞いていきましたけど、はい、結子先生何かこの辺ちょっとお話ししたいよっていうところ
あるんでしょ。急にあるんですか。あるでしょ。いろいろね、いやもうあのいろいろあるからね。このままのそう、じゃあそう、もう本当にだからパッて見た時、2011年活動開始でそう今の話があって、うん、でまあ2014年にそういう全国ロードショーの塩釜桜で、うんうんうん、まあねデビュー曲ですよね。はい、でその後あのまあしばらくこういろんなことがきっかけ、うん、活動のきっかけがポン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 ってあって、それがすごいなと思うんですよね。東京に出てきたのがちょうど6年前なのよ、うん、はい、そうですよね。そうなんです。でそっからまたちょっとこう、うん、自分のなんていうの、音楽がなんかちょっと変わってきた部分があるのかなっていう感じもするよね。まあ、多分メジャーデビューもできたしね。そうですね、そうそうそう、メジャーデビューさせていただいたのも一つ、ね、きっかけの一つではあったと思いますし、あと私の中で、まあ、それがきっかけで東京に、ね、お仕事に来る機会が増えた時に、うん、自分の歌に何が足りないかなみたいな、なんかあの、うん、ちょっと多分ぶち当たったと思うんですよね、うん、まあ、曲を作る上でも歌って、はいはいはい、その時にやっぱ生活とかその人の性格っていうのが歌にとって何よりも大事だなっていう風に思ったんですね。うん、うん、その時にじゃあ自分で生活をしっかりしていくってなった時に、じゃあどこに住もうかと思った時に、うん、まあ、東京に住んでみるっていうのも一つ選択肢としてあるんじゃないかなって。その生活の中で自分がどんな曲を作っていくのかっていうの自分でも楽しみだったりしたし、なので、まあ、東京に出てきてから作った曲っていうのはまたやっぱり違うとは思いますね。で特にこのコロナ禍の 2,3 年があったじゃないですか、うん、2年ちょっとの間にできた曲っていうのは割と難産したというか、うん、もがきました ね、 ね、今までとまた違うもがき方があったかなとは思いますけどね。はい、まあ、基本的にご自分でね作った歌を歌われてるし、うん、はい、カバー曲なんかもねたくさんおそらくやられてるんだろうと思うし、はい、ここ最近、まあ、要は東京に出てきて6年だけど、はい、その間半分はコロナだったんで、そうなんです、いろいろな活動が多分できなかったと思うんだよ ね、 ね、本当に、まあ、みんなそうだったと思いますけど、うん、苦しかった中で、うん、でそこでカバー曲っていうお話さっきね出していただきましたけど、はい、自分でこう DTM といってパソコンいじって、うん、耳コピーといって耳で聞いてこの音なんだろうって音を探って、うん、で打ち込みで伴奏を作って、まあ、カラオケ音源作って、うん、自分で録音してレコーディングして曲をカバー曲アップするっていうの100曲このコロナ禍中に、そうなんだ、 Facebook でもそのコロナの時に、うん、あのそれがずっとこのやってるのがすごいと思って、いやもう何かやらないと多分保てない、うん、自分自身が保てない気がして、うん、あとはやっぱりねちゃんと音楽の学校出てるわけじゃないから何を鍛えられるかってやっぱ耳と、うんうん、喉も筋肉だからそこはちょっとトレーニングしとかなきゃっていうのもあって、うん、カバー曲100曲アップさせていただいて、なるほどね、うん、まあ、全部自分でやられたってこと、私だなんかそのピアノのね方と一緒にいたもエレクトーンか、うん、なんか一緒にやってる方がいらっしゃるって聞いてたから、はい、こう一緒に多分こう協力してやってるのかななんて勝手に思ってたけど、うん、全部自分の耳コピーで、それはすごい、ね、皆さん聞いてなかったら聞いてください。 YouTube すごいな、これ歌うあさりチャンネルカバー100曲、うん、オリジナル曲、そうなんです、聞けるんで、うん、ぜひね、うん、そちらもなるほど、ね、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします、はい、見てみよう、私も好きな曲いっぱいあるんです、はい、私もういっぱい知ってるこの曲知ってる知ってるとか言って聞いてたんで、歌謡曲中心にアップしてますね、まあ、あと今ライバーっていうお仕事ご存知ですか、うん、ここでポコちゃん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 のライバー、そうなんですよ、まあ、DAG という事務所にライバーの活動はちょっと応援していただきながら、うん、はい、ライバーという活動も去年の2月からスタートして、うん、まあ、リアルで私と会えるような感覚なんですね、うん、そう、ほうで、ほう、流行ると意外にこれなんだよ、あら、何そうそう、この手今見えないですけど皆さん見えないからね、想像してね、うん、まあ歌を私は歌ってるので、うん、まあ、歌を聴けますし、はい、リクエストしていただいた歌も歌ったり、まあ、おしゃべりもできますし、うんうん、私はそのポコちゃんの中でスナックあさりっていうような、まあ、スナックのママのような感覚、いいね、まあ、お酒は飲んでないんですけど、うん、私がスナックのママさんで、まあ、ちょっとお仕事帰りに寄っていこうかなっていうぐらいの気持ちで、うん、まあ、見ていただいてっていうのを目指して、
やってますね。これちなみに週1ぐらいでやってるんですか。いや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 、毎基本ライバーっていうのはね毎日やるので毎日この収録の日は毎日お休みにしても、毎日はさすがにねやっぱ歌の活動も増えてきてるし、うん、喉の都合もあるので、うん、そこまでは今できてないですけど、うん、基本的にはあの毎日やるものなので、は大変、はい、それもやってます今。あのなんかさ着ぐるみみたいなのあるの。あ、そうですそうです。だからあのイベントっていうのがあるんですよ、そのライバーの活動、ポコちゃんの主催しているイベントって。そこで入賞すると、うん、あのいろんなプライズといって副賞がもらえて、うん、でこれって6月13日ですよね、はい、実はこの6月13日から池袋駅の北口の池袋からちょっと出たところにポコちゃんの広告が出てるんです、うん、長いでっかい看板に、うん、それに私います、うん、撮ったんですよ。そうなんです、それあの池袋 その広告イベント2位撮ったの で、うん、でそこそれの、うん、イベントの最終日の1時間だけ私はコスプレをするんですね、うん、でそれでそあのいろんなコスプレをしてるので多分その写真が SNS であるので、なのでちょうど本当に6月13から18まで、はい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 、あの大塚からね、移動した際は一駅で移動した際はですね、ぜひね、はい、見ていただけたら嬉しい。ちなみにあのあさりちゃん豊島区在住なんで、そうですそうです、はい、はい、そうなんだ、在住でございます、豊島区民でございます、すごいよ、ね、皆さんよろしくお願いします。だからすごい行動力がポン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 と、うん、なんかもうあっという間に凝縮したこの東京状況物語ですよ、ね、うん、状況物語本当だよね、あさりの状況物語、うん、本当にありがとうございます、うん、まあ、これから、ね、コロナ禍が少しずつこう、ね、先ほど、ね、なんかあの、まあ、いろんな大塚もイベントあるよっていうのを先ほどね、うん、打ち合わせでも聞いたんで、うん、ね、そういう活動がどんどん増えればいいなと、私自身のね、ステージとかも増えればあさりちゃんだけにさ、うん、なんかものすごいなんかこうなんだろう、神様の手みたいな、うん、こうのに朝潮干狩りでこう拾われるといいよ。ラッキー、ね、あーちょっとすごいラッキーっていうのがさ、ちょっとじゃあ上ばっかり見といた方がいいかな、なんかあるかもしれないよ、手降りてくるかもしれないから、え、なんかそういう予知夢とかそういう勘っていうので動いてる派なんです、それでもあんまり結構なんだろう、理論っていうか どういう、 うーん、現実派、現実派、直感でも動けるんだけど、うんうん、めちゃくちゃ掘ったりもしますね。あ、なるほど、うんうん、まあでも、うん、どっちかで行った方がいいかもしれないな、うんうん、私は割と行動してみないとわからないって思っちゃうタイプなので、いやでもね、その方がいいかもしれないね、うんうんうん、そうしないとほら行動しないとわかんないことをね、そうなん、ダメだったってことだけでも分かりたいじゃないですか。そう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 、ダメならダメでね、また次に行けばいいもんね。そうなんですよ、 そうそうそう、あれやっとけよかったなって思うのがやっぱ私一番嫌なので。確かにそう思うよ、そうだ、でもさちゃん、うん、あの楽しい時わーって結構ハイテンションになるの、うん、なりますね。え、落ちる時はって落ち込むの、うん、そうですね、その振り幅は結構あって、うん、落ちる時はあ私落ちてるなって自分でちゃんと実感するようにしてます。じゃ相当落ちてるね、自分でそこで実感しておけば、うん、あと上がるしかないじゃないですか、うんうん、私人生プラマイゼロだと思ってて、今落ちてると思ったら上がるしかないね、ゼロがベス、ゼロがいいんだって思ってるから、うん、そうなるとじゃあ落ちたんだったら次プラスが来る、上がる時が来るなっていうのが分かるから、うんうん、逆に今落ちてるんだなっていうのをしっかり認識するようにしてますね、うん、なるほどね、うん、やっぱ曲を作るので、うん、そういう時の方が、うん、結構かけたりするっていうね。まあなるほどね、マイナスのエネルギーがある時の方が曲ができたりするんですよ。でもね、歌い手さんはね、あのうまくね恋愛がいってるよりも失恋とかね、もう波乱万丈じゃないとね、うん、いい歌は響く歌は歌えないからっていうようなこと聞いたことがあって、まあ、昔そういうの言う人いたよ、よく歌いたなんかこう叫びみたいないたな、でもやっぱりいろですね、いろんな経験しないとやっぱり表現というか、うんうん、そうだね、歌詞に乗せられないというか、うん、それはあると思うんですよね。まあ今日こういうね、今日みたいな機会を機に、うん、あのうちのほら社長がなんか声かけてくれるかもしれないしね、うん、またちょっと手が出てきますか、あっちからほらちょっと手が見えてこない今見えてきてない、ちょっと曲がってるけどねねえ、はい、ということでね、待ってます、ちょっとこの面白い話もっと聞いていたいんだけどさ、うん、もうですか、そうなんだ、時間がぼちぼち例の話しないと、うん、はい、
じゃあということで、はい、いつものやつをお願いします。はい、はい、このタイトルの正人恵子の音楽日和の音楽日和というのは、私あの以前、はい、本でライフスタイル本で音楽をより日常に取り入れてほしいというような本を出したんですけど、そこからこのタイトルをパクられまして、パクりました言い方パクらせていただきます。ということで、その本の中に、はい、音楽ではなくって音単体の音、うん、幸せの音っていうことが出てくるんですけど、いつもゲスト様に今思うあさりちゃんの幸せの音聞かせてください。私の幸せの音はピアノの音なんですね。おお、私はさっきちょっと触れましたけどピアノ習ってたんです、うん、しかも15年ぐらい習ってたんです。そう、あら、だから歌よりもすごい歴史の多いんです、ね、そうなんです。ただ私全く練習をしないっていうね、本当ダメダメ生徒 で先生がうちに来るパターンだったんですよ、うんうん、出張レッスンだ、出張レッスンパターンだったんです。ウェルカムね。でもなぜ私それで練習もしないってことは嫌いなのかなと思うんです。そう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 、でも嫌いじゃないんですね、うん、で発表会の時の曲とか与えられると練習するし、うん、まあ、先生もうまく私の好きな歌を選ばせて、好きな曲を選ばせてくれてたんだと思うんですけど、うんうんうん、なんでやめなかったかってなると、私多分ピアノの音が好きだったんだと思うんですね。で、私声フェチでもあるから、うん、その声フェチそういうの好きなんですけど、うん、でピアノの音って出せないじゃないですか、声じゃ。で私は弾けないし、うん、だからずっと多分 ね憧れ続けてるから、あ、叶わないですよ、叶わない音。自分でピンって出してダメだ。でもそれでもやっぱその音には私慣れないから。ほらやっぱり王様だよピアノは。そうか、私は探しちゃいます、あの、うん、楽曲の中でもピアノの音探しちゃうし、まず、あ、なんかね、あさりちゃんのこの曲ね、みんなねピアノのなんか感じるんですよね。よくギターで曲を作る人と、うん、ピアノの音としてちょっとなんか違って、うん、なんか作ってる曲はなんかこの前もちらって会った時にピアノがなんか多分想像して曲を作ってくれてるのかななんてことを話した、ピアノ好きだって聞いたので、すごい嬉しかったんですけど、なんか私ずっと憧れてるから、やっぱずっと好きじゃないですか、憧れてるものって叶わないし、うん、なんか一生多分幸せを与えてくれる音は何だろうって私考えたらピアノだと思います。ピアノの音、あら、うん、じゃあ今度あのライブやるときはぜひ幸せを与え続けてあげないと。至福の時間です、うん、私の重いけど嬉しい、ね、ということで、いないです、いないね、初めてだね、いない、100何回で、うん、そうなんだ、私のピアノ音と言ってないので、自分の幸せの音、うん、言ってないもんね、うん、言ってない、よかった、はい、ということでね、ありがとうございました、はい、よかったら、ちょっと告知をね、はい、していただければなと思うので、はい、今後のライブですとかそういったものの告知をしていただけると、ね、はい、あとその YouTube の宣伝とかももしよかったらしてください、はい、ありがとうございます。一つも大事なコンサートがあります、7月2日日曜日、もう今日一緒に共演できて光栄なんですが、ステージでも初めて恵子さんと共演させていただきます。まあ、といってもちょっとあの私の伴奏という、まあ、ピアノサポートで初めて入っていただいて、あのアサリライブイン池袋ということで、まあ、同じ豊島区内なんですけど、あの立教大学の池袋キャンパスの向かいにあるライブカフェ&バーのアップルジャンプさんでコンサートさせていただきます。7月2日日曜日の午後、ステージは2時からです。ミュージックチャージ4000円でワンドリンクを出していただいて、まあ、1時間ぐらいたっぷりとカバー曲そしてオリジナル曲させていただきますので、うん、ぜひ来ていただきたいのと、うん、まあ、コロナ禍で東京でワンマンライブをするのがコロナ禍以来なので 2年3年弱ぶりぐらいになるので、うん、まあ久しぶり、うん、なのでたっぷり私の歌声と恵子さんのピアノの音色をですね楽しんでいただけたらなと思っております。チケットについては SNS などでチェックしていただければなと思います。あと私のあれこれオフィシャルホームページがあります。インターネット上で歌手あさりと検索してください。あさりだけで検索すると2枚買いが出ちゃいますので、うん、歌手あさりで検索してみてください。あさりはね、あのローマ字の ASARI ですよね、ひらがなでね検索してもちゃんと一番上に出てきます。歌手あさりでやると、なるほどなるほど、はい、出てきます、
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これラジオとかも、はい、あと今レギュラーであるのは東京でも、はい、あ、言っていいですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。毎週水曜日の12時15分から、はい、ラジオ石巻さんであさりの平成歌物語という平成のヒットソングをですね、毎月テーマを設けてお届けしています、うん、リスンラジオでダウンロードしていただければ、リスラジだ、はい、うん、リスラジさんでね、全国どこでも聞けますので、うん、よろしくお願いします。なるほど、はい、ちなみにこれ聞いてる視聴者の方って、うん、私と一緒で立教大学の出身の方結構いると思うんで、うん、ちょうど、ね、ライブ立教大学のすぐそばでやりますから、うん、皆さんぜひぜひ向かい側にも、うん、真向かいにお店でやりますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね、ちょうどこの放送が配信される頃には、このスモールさんのホームページにリンクがされると思いますので、うん、はい、皆さんぜひよかったら来てください。私も行く予定にしております。やった、はい、ということでね、今日はね本当に楽しいお話をありがとうございました。いえいえ、あっという間でした。ありがとうございます。また4月の2日のライブに向けて、いろいろね大変でしょうけれども、2人でね頑張っていただきたいなと思いますね、はいはい、頑張ります、はい頑張りますっていうか、ね、楽しんでもらえるように、はい、ということでね、今日は歌手のあさりさんにお越しいただいて、いろいろたくさん楽しいお話、聞かせていただきました。あさりさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また機会がありましたらぜひよろしくお願いします、はいはい、ぜひ機会があることを願ってます、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで、ゲストのあさりさんをね迎えて今月はお送りしました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今月の曲のコーナーに参りたいと思います。今月の曲はゲストのあさりさんにご紹介いただきたいと思います。それではお願いいたします。2020年にリリースした楽曲なんですけど、はい、あのアイビッシュというユニットですね。うん、あのアイノリというあの恋愛系バラエティの主題歌明日への扉で有名なアイビッシュのですね、はいはい、ナオさんと共同制作した楽曲なんですけれども、はい、復興のシンボルソングということで、うん、作りました楽曲です。命のバトン、聴いてください。思い出す街の香り、わずかな面影、ここはふるさと。揺れる T シャツが空を泳ぐ、あなたも自由に泳いでますか。
命のバトンをつなげよう。あの日になくした夢を探して大切にする金融機関第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はい、アサリさんの命のバトンを聞いていただきましたけれども、はい、いかがでした？私ね、生でもね、アサリさんの歌ったの聞いたことがあって、はいはいはい、好きなので、うんうんうん、ね、いい曲、いい歌だね。心に染みながら、今もすごくいい歌だなと思って、ね。マサさんもこういう歌とか、なんかこういう歌ね、うん、あったらいいよね。そう。作ってください。ケイコ先生お願いします。ちょっと考えときます。はい、よろしくお願いします。うん、あの120回記念の時にぜひ。あ、わかりました。そこでコギラわかりました。そうなんです、命のバトンを続くっていうね、うん、いいね、うんうん、まあでも本当にあのなかなか歌もしっかりしてお上手だし、そうなんですよ、ね、素晴らしい。なんか歌謡曲でもちろんその好きなのもなんか聞いたら、ね、うん、中村明菜さんも好きらしいとか言っておっしゃってて、でもなんかこうちょっと拳が回るところが浅利さんのこうちょっとなんだろうな、少しだからその、ね、魅力かなと思って、昔っぽいとこがいいんだろうね。そう、ね、そうそうそう、ちょっとこう今っぽくないとこがいいよね、うん、なんかそういうところが懐かしくもあり、ね、はい、こう癒されるんです。なるほど、皆さんぜひ聞いてください。はい、ということでなんかあれでしょ、あさりさんと一緒にやるんでしょ、で、ね、告知しときましょうよ。そうなんです、ね、もうあのね、飲みに行くばっかりじゃなくてねちゃんとね、あさりさんからね、はい、こうオファーをいただきましてありがたくも、はい、あのさっき告知していただいた、うん、あさりライブイン池袋です、うん、7月2日日曜日、うん、はい、もうあさりさんのピアノのサポートで、うん、聞かせていただきます、はい、会場はライブカフェ&バーですね。なんか立教大学のすぐそばらしいじゃないですか。そうなんです、なんかあの向かいらしい、キャンパスの向かいで、うん、ね、これちゃんとあれライブカフェ&バーアップルジャンプっていうところですかね。多分ね、昔はなかったと思うな。あ、そうなんです、うん、すごい素敵ですよ、グランドピアノが置いてあるっていう感じ。へー、私もちょっとまだ行ったことがないですけど、うん、楽しみです。とってもそれグランドピアノがあるとこいつも探してるもんね。そう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 あるからって言ってこう思い出してもらったみたいで、なるほどなるほど。
ということで、時間はですね、7月2日の日曜日のお昼ですね、13時30分にオープンで、スタートが14時、はい、でミュージックチャージが4000円、で当日が4500円、はい、プラスワンドリンクオーダーですね、その後オフ会があって、朝日のファンですね、アフターパーティーが1時間ほどありまして、参加費が1000円プラスワンドリンクオーダーで、全体全部フルコースですと15時15分前後に終わるみたいです。なるほどなるほど、はい、という感じです、あれじゃあ何、朝日さんが歌って、恵子先生が演奏するパターンね。はい、そうです。なるほどなるほど、あの伴奏です。はいはいはい、はい、いろんな曲を、この命のバトンも歌ってくれるのかな、歌うでしょ歌うねそれは歌うでしょそうそうそうということで、はい、楽しみです、ね、皆さんよろしくお願いします。またリンクなのかな、リンクで申し込みだし宣伝をして、はい、させていただければと思います。また後の私のフェイスブックだったりの直接ダイレクトメールとか、ツイッターとかでも、はい、チケットとかはご用意できますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、そしてマサさん、今日その後、はい、ちょうど大塚もね、6月のね、まあ音楽祭がまあ終わり、7月になると、バババババッとこうイベントが被っておりまして、で一番最初がね、実はその同じ7月2日に大塚で、あの産業通り商店街主催の、なんて言うんだっけ、マルシェ、マルシェ、マルシェ、はい、でマルシェでいろんなあのフリーマーケットとかね、はい、そういうのたくさん出てくるんで、はい、面白いと思います。 あとなんかねステージもやるみたいです、歌とか踊りの、はい、なので、それはまあ見に行くというか私も参加はするんですけど、まあ、時間をうまくずらして、できたらそっち行きたいなと思って、あの浅利さんのライブ、ほら、ね、わーい、ぜひぜひということで、一応7月2日大塚でも、産業通り商店街さん主催のマルシェがありますという、はい、これね多分朝10時ぐらいから夕方4時とかそのぐらいまでだと思うんで、皆さん、よろしくお願いしたいと思います。それからですね、メインどころをこれからどんどん来るんですけれども、7月の、7日8日の土曜日日曜日、いよいよですね、去年やりました、ハイサイカーニバルの第2回目を今年もやる予定でございます。まずハイサイというのは沖縄、沖縄のでなんていう意味なんだっけ ね、まあ、ね1回ぐらい聞いたことあるんだけど、なんだかよく、私も聞いたことあって忘れました。皆さんすいません、調べてください、すいませんで、ハイサイカーニバルで私もちょっと若干歌わせていただく予定もありますので、皆さんぜひぜひ、あの美味しいね沖縄の食べ物、それからお酒や、もちろんオリオンビールとかね、そういうのもたくさん、あれですよね、まさか沖縄の美味しい、なんだったっけ、泡盛りね、もう飲めるんですか、ザンパとかね、いろんなとこが来るから飲めますし、これはね皆さんぜひね楽しいですよ、ものすごいね人が来るんで、東京近郊にいる沖縄の人が全員集合するぐらいの感じそれは溢れちゃう、もう大変よ、大塚溢れちゃう、もうそうそうそう、なので、皆さん覚悟して来てくださいね、食べれるのかな、いやもうでもね食べたいですもんね、も食べながら歌も一日中飲み食いできるし、その沖縄のミュージシャンの方がたくさん来て、ね、いい音楽を聴、ね、けますし、歌も聴けますし、ああいうあの音楽ですよね、はい、沖縄音楽ですよ、はい、夏に合うなということでね、 また言いますよ、7月の8日土曜日9日日曜日、はい、2日間ハイサイカーニバル第2回目でございます。皆さんぜひぜひおいでください。またね、詳細決まりましたら、皆様にね、改めてご案内させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、それから、その次の週の7月13日の木曜日、14日の金曜日に、こちらもですね、毎年やっております、大塚の南口駅前広場トランパルでやりますトランパル夏のガーデンというのを開催いたします、これね夏のガーデンって実はねビアガーデンみたいな感じにして、大塚の美味しいものをちょっとこう食べながら生ビールが飲めるという、そういう会になっておりまして、
だから夕方ぐらいからですよ、皆さんお仕事の帰りですよね、うん、木曜と金曜の夕方、うん、ちょうど木金花木と花金の夕方のサラリーマン OL さん狙い。そうですよね、もうねこれもねすごい人が来るんで、うん、生ビールがねものすごいたくさん売れるって言って、うん、大塚の酒屋さんが大喜びしちゃうんですよ本当になんかね前もなんかすごいなすんごい量で出たっていうの聞きましたよ、記録がもう1日っていうかもうものの何時間で700杯出たとか ね、うわそういう時もあったみたいなんで、で皆さんあのこちらもね結構あのステージでねいろんな歌があったり踊りもあったりするので、うん、皆さんぜひぜひこちらも来ていただきたいなと思います。もう一回言いますよ、7月の13日木曜日、14、14日の金曜日、うん、こちらね夕方多分ね4時3 4時ぐらいからだと思います。はい、なるほど、まあ、8時ぐらいまでやるのかな、ね、そんな形でねやりますので皆さんぜひぜひこちらも楽しみに遊びに来ていただきたいと思います、はい、そしてなんとまたその次の週なんですけど、もう毎週毎週ですね、7月22日と23日、これ土日かなですね、ですね、はい、はい、でこの22、23の土日がいつも池袋でフラフェス、フラダンスのフェスティバルをやってますけれども、うん、そのフラフェスの大塚会場をやり始めてもう何年か経つんですけど、今年もトランパル大塚広場でやることになりました。でこちらも大塚の会場でどう何組ぐらい出るのかなちょっとまだ聞いてないんですけど、朝から昼ぐらいからかな、割と夕方かな、よく分かんないんだけど、まだ詳細決まりましたらまたご連絡差し上げますけれども、たくさんのねフラチームが皆さんにね踊りを披露していただけると思うので、こちらもフラダンス好きな方楽しみにしていてください。よろしくお願いしますって言って、大体こんなとこかな。もうすごいですね、もう今までねコロナ何にもないです、今日何にもないですって、うん、もう今回はもう8月のまあ最後の土曜日に阿波踊り、でまだ今年の阿波踊りもどういう形でやるのかがまだちょっと決まってないので、こちらはまた7月とかにね、はい、皆さんにご案内できると思いますので、改めてご案内させていただきたいと思います、はい、ということでね、長々と宣伝になってしまいましたけれども、はい、皆さんね本当に大塚だけでこれだけ1ヶ月楽しめるんで、うん、もうずっと大塚に来ていただいて、そうですね、大塚で遊んでいただけるとね嬉しいです。はい、私もね大体会場におりますので、はい、一声かけていただくと一緒に写真撮ったりもできますし、ぜひぜひ、ね、ビール片手に、ね、乾杯してね、はい、皆様、はい、こうリフレッシュしてください。楽しい夏に向けて、はい、しんどい梅雨を乗り切ろう、行くぞということでね、今年もね、夏頑張っていきたいと思います。でね、もう長くなるんでこの辺で、はい十分ですよ、まださん、ね、終わりにしたいと思いますはい、7月2日のね、あさりさんと伊豆谷さんのコラボライブもね、皆さんぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今月もね本当に皆さんありがとうございました。マサとケイコの音楽日和、また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。